こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、私仕事柄皆さんいろんなたくさんの母子手帳を見せてもらう機会があるんですけど、その母子手帳の生まれた赤ちゃんのページに一過性多呼吸って書かれていることが結構あって、で一過性多呼吸ね、書かれててもその一般の皆さん分かんないですよね。何が起きたんやろうか、なんか赤ちゃんに呼吸のなんか良くないことが起きてちょっと治療してもらったんですけど、一過性多呼吸って何ですかっていうよく質問されるんですよ。なのでよく母子手帳の中でも見かける一過性多呼吸症候群、これどんなことなんっていうのを説明したいと思います。頑張れんでいいで、適当でいいで、では一過性多呼吸についてのいただいている質問が一つありますので読んでみたいと思います。娘は39週で分娩所要時間は14時間、 3000g 超えで生まれてきてくれました。ですが生まれてすぐに保育器に入ってしまい、次の日にはママの元に行けるよと言われていましたが結局戻ってこず、生後2日目の朝に大きい病院の NICU に搬送されてしまいました。先生からの説明では新生児一過性多呼吸と言われました。5日ほどで退院し、今では10ヶ月半半ばで一人歩きをするほど発育発達がよく元気に育ってくれているのですが、なぜうちの娘は多呼吸になってしまったのでしょうか。私の早く出したいっていう思いから生き方が下手だったからなのでしょうか、それとも他に原因があるのでしょうか。ちなみに普通分娩出血量は多めでした。はい、ということなんですけども、はい、生まれて間もない、もう生まれてすぐぐらいから現れる一過性の、だから一時的に現れる赤ちゃんの多呼吸というか呼吸障害、これを一過性多呼吸というふうに呼ぶんですけども、お腹の中にいる時っていうのは赤ちゃんたちっていうのは呼吸してないでしょ。ね、お腹の中で、ね、子宮の中でへその緒がこうずっとあって胎盤があってっていうので、胎盤とへその緒を通してママから酸素とか栄養とかをこうもらって、でその老廃物を今度またへその緒に戻して、胎盤でお母さんの血液に戻してこうきれいにまたろ過してっていうので、赤ちゃん自身はお腹の中では呼吸はしていませんね。で生まれてきたら、ね、胎盤が剥がれて出ていくから、そこで初めて呼吸を開始する。でその時に、だからお腹の中にいる時っていうのは赤ちゃんたちの肺っていうのはキュッて潰れた状態にあるんですね。膨らまないんですよ、空気が入らなくていいんで。羊水の中にいるから、お水の中にいるので肺も膨らまずにこう縮こまった状態になってます。でその縮こまった状態の中に肺のお水があって入ってて、そのお水を含まれた肺の状態でこれ38週39週ぐらいまでかけながら肺の機能を徐々にこうアップさせていって、で生まれてきた後にその肺が完全に成熟したところでうわっと広がって、一気にそこで酸素が肺の中にずわっと入って、でおんぎゃーって産声を上げるわけですね。だから産声っていうのをよくね、産声、オンギャーって言いますけども、あれって医学的には赤ちゃんの生まれて初めての呼吸、これが産声なんですよね。だから泣かないと困るっていうふうに表現するんですよね。でもお腹の中にいる時に肺の中にはお水が入ってて、でぺちゃんこになってる。でそのお水が入った状態で生まれてきた後にその肺をふわっと膨らますっていうことは、お水がいっぱい入ってる状態でできないわけですよ。なので、経膣分娩、普通分娩の時は、ね、子宮収縮、陣痛が来て何回も何回も子宮収縮が来て、頭とか体とかギューギューって抑え込められてしながら、で産道の中で赤ちゃんは子宮収縮が来るたびにこの胸郭、胸のところをギューッと圧迫されながら生まれ進んでくるわけね。でその時に圧迫されるごとに肺の中に入っているそのお水が外に排出されていきます。半分ぐらいそれで外に排出されていきますと同時に、その陣痛が来る子宮収縮の圧迫っていうので、今度は赤ちゃん自身が残ってるあと半分の肺の中のお水っていうのは自らのリンパ管
に再吸収していくっていう作業をします。半分は排出され、半分はリンパ管が再吸収してっていうので、生まれてくる瞬間にはもうほとんどの肺のお水が外に排出された状態で生まれてくるのね。だから肺をブワッと膨らましておぎゃーって鳴くことができるわけですよ。これが通常モードよね。でも今はね、もう4人5人に1人が帝王切開になってますけど、緊急帝王切開の場合はね、ある程度こう陣痛も経験して肺の水多分外に出しながら帝王切開が決まるからいいんだけども、予定帝王切開で陣痛が全く来てない状態で帝王切開でお腹切って、はい、シュッて赤ちゃんね出してあげるっていう分娩の方法を取ると、もちろん帝王切開は医学的適用がなければやりませんしね、経窒分娩をするよりも帝王切開の方が赤ちゃんの安楽と安全、母子の健康っていうところに絶対帝王切開だねっていう理由が、何かこの医学的な適用があるから帝王切開をするわけで、だからそれは全然やっぱり必要だし大事なことなんですけどね。ただやっぱ予定帝王切開やった時に子宮収縮で産道の中で赤ちゃんの胸郭が圧迫されるという、その作業がスコーンですっ飛ばされるわけですよ、予定帝王切開の時って。ね、圧迫ないままにいきなり子宮の中からホイって外の世界に出されてしまうから、肺の中に入ってるお水を排出する暇がないし、でリンパ管に再吸収しようと思ってたのに出されたみたいな、あ、出ちゃったみたいになって肺の中お水だらけ、なこれ膨らまないわけですよ。ってことは予定帝王切開で生まれてきた子たちっていうのは、やっぱり経窒分娩で ある程度こう時間をかけながら生まれてきた子に比べて呼吸の開始っていうところは少し遅れます、どうしても遅れてしまう傾向にあります。それを一過性多呼吸っていうふうに言うんだけど、要はその生まれてくる過程で肺の中に入ってるお水を出してから吸収してから生まれてきてほしいのに、そこがうまくできなかったがゆえに、生まれた時に肺の中に水だらけで、これあ無理ってみんなよりちょっと遅れちゃったみたいな、遅れとっちゃったみたいなのが新生児一過性多呼吸。これは別に異常でも何でもなくって、で一過性多呼吸を起こす子たちってね、例えばね、すごい大きかった4キロ以上の赤ちゃんやったりとか、あと妊婦さんママが妊娠糖尿病があったりとか、あとはですね、ママさんがこう喘息とか気管支炎の起用があって、そういう呼吸器が弱いっていうママさん、こういう人たちっていうのは生まれてきた赤ちゃんが一過性多呼吸にはなりやすいんですけども、でもね、基本的に一過性多呼吸っていうのは、正期産に近い34週35週ぐらい以降の肺の機能がしっかりと成熟してきた赤ちゃんたちが起こすものなんですよ。だから肺自体はもう成熟してるのね、もうちゃんと呼吸自分で自力でできるよっていうところまで準備ができた状態で遅れとったっていうだけやから、これはね、そんなに必死に生まれた後呼吸障害が起きていてもですね、医療介入を必死になってやらないとえらいことになるよっていうことでもなくって、名前が物語で一過性多呼吸の一過性なんですよ。一時的なものだって名前もついてるよね。なのでそんなに心配しなくて大丈夫ですよ。ちょっと呼吸を後押ししてあげるっていうことを 2,3 日やれば、もうそこからは肺のお水は再吸収されるし、排出するし、外にね、吸引で出したりとかもしますしっていうので、ちゃんと他の赤ちゃんと同じように元気に退院もしますし、問題ないです。ただ肺の中にお水がいっぱいの状態で呼吸しなあかん状態にいきなりされるから、言うたらイメージとしては溺れてる状態、もう苦しい、なんか溺れながら必死で泳いでる子みたいなね、そんな感じに数日間なるよっていうのが一過性多呼吸なんですよね。でそれに比べて、あとは、予定帝王切開の子もそれなるし、あとはね、もう一個考えられるのが、すんげースピード分娩やった時、あっという間にバーンって生まれてしまうようなスピード分娩の時も、その産道の中である程度の胸郭の圧迫っていうのをしながら生まれてくるから、肺の水は出せるし吸収されるんですよ。そこ全部すっ飛ばして、帝王切開ではないですけど経窒なんだけども、ウォータースライダーみたいな感じでスパーンって生まれてしまうと、間に合わなかったけどってなるんですよ、やっぱり。だから超スピード分娩っていうのも一過性多呼吸の理由になります。でこの冒頭の今質問読ませてもらったママさんの場合は、ね、分娩所要時間は14時間だったっていうことだったんですけど、で普通分娩だって、でちょっと出血量は多かったっていうことなんですけど、もしかしたらその分娩所要時間自体は14時間だからすごい普通なんやけども、
この分娩室に移ってから赤ちゃんが生まれるまでのその時間、分娩第2期と呼ばれる子宮口全開台から生まれるまでのそこが数分やったんちゃいます？めっちゃ短かったんちゃいます？全開から生まれてくるまであっという間やったんちゃう？うん、それやったら多呼吸は起きやすいよ。うん、であと出血も多かったっていうことからちょっとイメージとして想像なんですけど、ものすごいスピード分娩すぎて、そのある程度時間かけながら子宮収縮を起こしながら行くから子宮の筋肉もわーってならへんで、ゆっくりゆっくりこう生まれた後も収縮できるんだけど、一気に赤ちゃんダーンって生まれてしまったら子宮の筋肉いきなり引き伸ばされるからついていけなくなっちゃって、それも産後生まれた後に赤ちゃん生まれて胎盤出た後に子宮が収縮することで止血するんだけど、断裂した血管を収縮することで血管がこう抑えられて止血するんだけども、それが子宮がもうバーンっていきなりガーンって開けられてから、もう戻る時も急に戻られへんようになって、待って無理戻られへん、あちょっと待って行きすぎたってなる。ほんなら胎盤剥がれたところの血管が収縮してくれないから、これ出血しやすい、止血しないよね。これが出血多くなる一つの理由やったんちゃうかなって思うんですけど、どうですかね。うん、だからそこ、あそうやったそうやったそうやったんですよって、もしそういうことをやったら一過性多呼吸の理由っていうのは、この質問のママさんに関してはスピード分娩第2期、分娩第2期が結構なスピードだったからだよっていうことになってくるわけですよ。はい、だからまあそういう理由があって一過性多呼吸が起きる。でそれに比べてね、もう一つあるのが赤ちゃんの新生児のね呼吸障害で、ちょっとこっちは怖いなっていうのが、呼吸窮迫症候群って言って、これ一過性多呼吸とは名前がもう全然違うんですけど、もう一つのそういう呼吸窮迫症候群っていう呼吸障害があるんですね。でこっちは多呼吸の方は、一過性多呼吸の方はもう正期産に近い時期から正期産で生まれてきた胚が成熟した赤ちゃんたちが起こす疾患病気なんだけど、窮迫症候群の方はですね、肺自体の成熟が足りていないっていう時に生まれてきた後肺が膨らませれなくて呼吸障害が起きるっていう窮迫症候群っていうのがあります。これは、早産の赤ちゃんだったり未熟児ちゃんだったりね、そういうなんか赤ちゃん側の理由で肺の低形成とか肺の未成熟、これが原因になってくるので、一過性多呼吸みたいに、まあ、そんな医療介入しなくても勝手に改善していくよっていう軽いものではなくって、放置してるとどんどん悪化していて本当に命に関わるっていうのが呼吸窮迫症候群の方になってきます。なので一過性多呼吸と窮迫症候群はもう全然別物なんでね、うん、っていうふうに考えてほしい。でもただ一過性多呼吸も稀にね、その呼吸窮迫症候群の子たちと同じような治療方法をしないといけない、ちょっと重症になっちゃう一過性多呼吸の子たちもいるんですけども、でももう少なくとも一過性多呼吸の子たちは少し治療は大変だったね、大変なパターンだったねってなるだけで、予後っていうのかな、赤ちゃんのその将来的な後遺症を残したりっていうようなことにはつながらないのが一過性多呼吸なんでね。まあほんまに母子手帳を見てたらよく書いてありますわ。生まれて3日4日までの赤ちゃんの様子っていうところに一過性多呼吸、保育器収容、酸素投与とかって書いてありますわ。でもね、一般的に見たら何されたんやろ、何が起きたんやろって、私の産み方が悪かったのかなとかなるんですけど、ママの産み方云々とかそういうことじゃなくってね、そういういろんな理由でこういう新生児の一過性多呼吸っていうのは、稀どころでは結構あるんだよっていうことを知っておいてもらったらいいかなというふうに思います。なので冒頭の質問者さんのママさんね、私の産み方がとかって書いてあったけど、そういうことで全然ございませんので、すごくスピードのいい順調なお産だったゆえに一過性多呼吸が起きたんやなっていうふうに考えてもらったらいいかなと思います。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで。